皆さんこんにちは、ツコミコトです。みんな知らないと思うんですけど、私は日本人ではありません。外国人です。それだから私は本当にハンバーガーの味分かってますよ。君たちの日本人たちは分かってるかどうか、今日ちょっと試してみようと思ってます。今日はまさに海外のハンバーガー対日本のハンバーガー、どっちが美味しいか調べてみます。で、日本のハンバーガー どんな味だろうなと思ってスーパーに行って見てきたんですよ。で、なんとスーパーにちょうど日本のハンバーガーパックがありました。これは日本のハンバーガー、なるほど、本物そっくり味。本物というのは外国のハンバーガーかな。これ本物の外国ハンバーガーとそっくりの味で、これ日本代表としてちょっと作ってみますね。これもついてるな。ま、今日のツコミクッキングはこんな感じでよろしくお願いします。ちょっと ここで人の指が映ってるんだけど、その見た感じで日本のハンバーガー小さいですね。おもちゃぐらい小さいですね。まあ開けてみましょう。えい、おお、きたきた、ハンバーガー ポッピンクッキン。作り方はパッケージを見てね。お、この2つだけ？あ、3つ、4つ、5つ、5枚のパッケージありますよ。おお、6枚。じゃあこんな感じで頑張りましょう。じゃあこれにチーズの素、ケチャップの素、パンの素、ハンバーグの素、ポテトの素、コールの素、結構あるな。すごいな、すごいな、すごいな、すごいね。綺麗な日本語喋りましょう。作り方、はい、トレイをハサミで切り離そう、3箇所。え、そう、そうする、いいよ。切り離す、ハサミで、めっちゃ難しい。もうクラフトみたいになった。できた。1個ずつ作らなくていけないから、まあまずはポテトだな。あー、水を、これで水を測る。このめっちゃ小さいやつで、ギザギザがついてるトレーにカップ2杯の水を入れます。そこにポテトの素を入れてよく混ぜます。なるほど、水これ2杯。おお、ふと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 、ちょっと入れすぎた。よいしょ、2杯入れました。お、ポテトの味がする。で、混ぜるよね。水足りなくない？水なんか足りない。大丈夫か。指で押すのやって、平らになるまで。これをチンする。40秒。ポテトができてるよ。いいじゃん。で、冷めたらじゃあこれ冷めたらやるね。でもその間にハンバーグを作る。ハンバーグはカップ2杯の水、2杯、2杯入れて、これ混ぜて、その後にここに入れてハンバーグができる。ハンバーグの素入れます。すごいだろう。
いい匂いがしない。臭いこれ。ここに入れる。よし、パンを作ろう。あ、パンもここで作るのか。ここも使って、あのパン作るけど、今ティッシュで拭いてきれいにしようとしたら、キモい。汚い。いや、日本のハンバーガー汚いな。汚い。これコーラやな。で、ケチャップ。ハンバーガー。トレーにカップ2杯の水を入れます。そこにパンの素を入れてよく混ぜます。それをトレーのパンの書かれた2箇所の横にある線まで入れます。お、ちょっと入れすぎたか。パンの素。パンが来ましたよ。うわ。ちょっと水入れすぎたかも。水入れすぎたな。あ、そうでもないか。で、これをここに入れる。で、これもチンするよね。どんな感じかな。お、熱い。おお、めっちゃパンみたいな感じになった。ほら、ハンバーグは、うん、ちょっとまずそうけど、これ切らなくちゃいけない。ポテト、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 ポテトできました。次はチーズ、チーズの素、そしてここに一杯の水。めっちゃチーズの匂いがしてきた。きれいにチーズできました。あとはケチャップ2杯で、ケチャップの素。おお、トマトの味がしてきた。よし、これでケチャップできました。最後のコーラになりました。これコップあるね。コップ、コップの上から1センチメートルぐらい下まで水を入れます。そこにコーラの素を入れてスプーンでよく混ぜます。お、簡単やな。水ここぐらいまで入れて、コーラの素を入れて混ぜる。おお、めっちゃコーラやん。おお、すごい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 。
皆さん、できました。できた日本のハンバーガーは結構小さいですよ。まあ頑張って作り上げたあのご飯なんで、これから食べるべきなんですけど、食べたくない。変な匂いするし、ちょっと嫌だ。なんか嫌だ。まあとりあえずポテトから食べてみます。じゃあポテト食べます。でもポテトの味、なんかマックのポテトが忘れられて誰かのカバンに1週間入ってたらこれぐらいの味がするんですよ。コーラのも、コーラのも、いい、乾杯。お、おいしい。コーラの味。そしてハンバーガー、食べたくないよな。食べてみます。日本のハンバーガーどんな味するんでしょうか。美味しいです。とっても美味しいです。よかったですね、みなさん。これ食べ物じゃない。これ食べちゃダメって書いてない？本物そっくり味って書いてあるんだけど、これ食べちゃダメでしょう。ということで、皆さん、日本のハンバーグはまだまだですね、海外の方が全然美味しくて、ちょっとサイズ的にもしょぼいと思うんで、日本人たちもうちょっと頑張ってください。まあポテトとコーラ美味しかったけど、ハンバーガーはまだまだ技術は足りないんですね。それは本日のつかみクッキングでした。皆さん、また次の楽しみにしてください。次何作ろうかな、コメントで教えてね、何作ってほしいか。みんな、じゃあねー。